はい、レールなしのストッパーの取り外し方ということでお伝えいたします。こういったこう引き出しとかはよくレールがなくて、こういった白いストッパーがついている引き出しが多いと思うんですけど、これの取り外し方を解説します。こんな感じで簡単にぐねぐね曲がりますので、この白いストッパーをこうやって曲げながら引き出してもらうとこんな感じで取れます。でまた入れるときはそのまま入れてもらって大丈夫です。またストッパーが決まっていくようになります。